で、これ何かというと、まあ、方線ベクトルだから ABC が0ベクトルないでしません。で、平面は、考える平面は、AX プラス BY プラス CZ プラス Q が0にしましょうか。まあ、平面の上の直線がある場合の距離の公式と同じですけど、で、これが平面だから π にしましょうか。π これなのね。で、外に、ここに x0y、上にあってもいいんですけど、こうしますね。それで、で、これ方線ベクトルが ABC ですね。で、そうすると、x0y0z0 を通って、ここ t イコール0であるように直線引きますね。これパラメータ表示すると、x0y0z0 を通る、π に垂直な直線。ちょっと楽でして、これ楽勝でして、XYZ は、直線 A にしますか。X0 プラス AT、Y0 プラス BT、それから、なんだっけ、Z0 プラス CT ですか。というふうにパラメータ表示できますね。で、だから π と L の交わりでは、の t、π と L の交点ね。で、この t 何かという問題ですね。で、そうすると、ここに代入します。a 倍の x0 プラス at プラス b 倍の z プラス BT ですか。C 倍の、これ Y0 だ。疲れてるね、やっぱり。Z0 プラス CT、これが0なんだね。間違えちゃった。プラス D だ。9だ。プラス9だ。なわけね。で、そしたら T、見えるのは A 次乗プラス B 次乗プラス C 次乗倍の t。これ書くと A 次乗プラス B 次乗プラス C 次乗の t の、なの？それプラス、なんだっけ？そうそう。AX0 プラス BY0 プラスとプラス Q ですね。これが0ですね。ですから、結局ですね、ここのベクトルは、ここのベクトルはですね、じゃあ、ここを P0 にして、これを Q0 にしましょうか。分かんないけど、そうすると、P0Q、どっちがいいかな、P0Q0 というのは T 倍の ABC ですね。で、そうすると、これマイナス A 次乗プラス B 次乗プラス C 次乗分の AX0 プラス BY0 プラス CZ0 プラス Q ですか。これの ABC かな。で、この大きさはというと、P0Q0 のベクトルの大きさというのは、ABC の大きさはルート A 次乗プラス B 次乗プラス C 次乗で、で、これの絶対値ですね。ですから、
このベクトルのこれ倍だから、これ絶対値が大きさですね。そうすると、これ正だからもうそのままにしまして、AX0 プラス BY0、あ、ちょっと書けなくなっちゃった。プラス CZ0 プラス Q の絶対値でルート A 乗プラス B 乗プラス C 乗ですか。そうすると、A 乗プラス B 乗プラス C 乗分の AX0 プラス BY0 プラス Q ですね。こんな風になっちゃいます。これが答えですね。まあですから、まあ、こんな感じですか。まあそんなに難しくはないですね。まあこれなぜやったかというと、まあこの ABC が方線ベクトルだってことをもう一回復習してほしいぐらいこれを出しました。じゃあ今日はここまでにし、これまでですね。